あのー、僕も沖縄に行った時にあのー、国際通りっていうねあのところがあってでそこにたまたまひろゆきくんと一緒にいたんですけどあのキングコングの西野さん南海キャンディーズの山里さん多分ロバートの馬場さんとかがね、あのー、普通にプライベートでいらっしゃって多分仕事終わりなのかもしれないけどまあプライベートカメラ回ってない状態でそのね方がいてファンにわーって囲まれてやってる時とかに やっぱね、あの、南海キャンディーズのね、山下さんはね、ごめんね、つって、もうちょっと僕ら行かなきゃいけないから、写真、ギリギリまで撮るけど、みたいなさ、こう対応してる中で、ずっとガンを飛ばしてるキングの西野さんは、やっぱりね、嫌われると思うんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> それが面白くて、僕らついついビデオカメラ回すっていうね、あの、その詳細については、あの、動画の方上がってると思いますので、ええへへ、えあのー、どういうことやったか、ま、結論から言うと、 あの、今の話で言うと、なんか、キングオブの西野さんひどいなって話になっちゃってますけど、結論から言うと、僕らがひどいなって話なので、ま、正確に言うと、僕はちょっと脇に置いといて、あの、西村兄さんがひどかったっていう話なので、え、全然、あの、そこに関しては、あの、また、え、調べていただければと思います。ね、え、てさん、あれはヒゲさんたち。僕一緒にしたんです僕は本当に、いやいややらされただけですよ。もうね、西村兄さんがどうしてもちょっとそういう特殊なね、性癖を持ってらっしゃるので、 芸能人に無言でカメラを向けるっていうねあの、特殊な性癖を持っているので、だから彼はそれやり返されても仕方がないと思うんですよ、僕はもうね、あのやめてほしいから、だから嫌なことは相手にもしないし、裕紀君がひどいことをね、僕を痛くするっていうから、もう方なく僕も付き合わされただけなので、僕も被害者っていうことにしといてください。